次に佐伯健君。佐伯健君。佐伯健でございます、ありがとうございます。今日はですね、オリンピックに関してお聞きいたします。私のところにですね、オリンピック組織委員会には3000人職員がおりますけれども、1000人は東京都からの出向の職員、そして1000人は、国からの、霞が関からの出向職員と、全国の県や市町からの地方公務員の出向職員1000人、合わせて2000人の公務員が出向しております。その方々から、多くの方から、1名ではございません、複数の方々から、内部告発が私のもとに相次いでおります。例えば、その組織委員会のお金の使い方、あまりにコスト意識に欠ける放漫財政ではないかといった点、そしてこれから新型コロナ対策で一体いくらかかるのか、とても今、組織委員会が公表している960億円では済みませんよという、これからの経費膨張の懸念の声、多くの方からいただいております。で、実はですね、資料も、こうした先ほど矢田川議員がくれた動画投稿サイトの積算見積もり表のさらに詳しいもの、そして、組織委員会と各会場運営を受託した電通さんであるとか、東急エージェンシーさんであるとか、博報堂さんであるとか、セレスポさんであるとか、その契約書、使用書、そして新旧対象表、そして覚書、すべて、43会場分提供いただきました。これに基づいて、質疑をさせていただければというふうに思っております。まず、布村参考人、お聞きいたします。この先ほど矢田川議員もくれた、これは延期対応変更見込み枠、2020が2021オリンピックになってから、その1年延期分も加味した会場運営業務委託費の一覧、43会場分です。で、これを見るとですね、1日あたり最大30万円、の単価で、広告代理店に委託をされている。この日給30万という数字は、あまりにも高すぎると思うんですが、いかがでしょうか。野村副事務総長。お答えいたします。民間事業者と行っております個々の契約の詳細については、契約に基づいて公開をしていないという状況下でございますけれども、ご指摘をいただいた契約のところについては、ご指摘いただいたような数字の人件費単価を設定した契約ではなく、各競技会場の設備の特徴を踏まえました詳細な運営計画を作成いただいたり、さまざまなケースを想定した詳細にわたる運営マニュアルの策定のなどの準備業務、そして大会期間中における観客誘導等の運営業務を委託する総合的な業務委託契約でございまして、一人一人の単価を設定した契約ではないという状況下でございます。また一般論としては、こうした業務委託契約におきましては、業務に直接従事する人の人件費のみならず、業務担当部署のチームとして複数の事務職員の人件費や福利厚生費などの間接原価ですとか、一般管理費、さらには消費税相当額を加味したトータルな業務委託料が設定されているというのが状況でございます。佐伯健君。それは当初であれば通った言い分だと思うんですけれども、延期されてですね、昨年の7月、8月、9月、10月、その組織委員会の職員がほとんど仕事がなかったと言っている時期にも、毎週3人、3人、3人、4人であるとか、各会社が9人、9人、9人であるとか、運営計画作り終わって、業務もう終わってないのに、週3回勤務していることになっております。この業務実態、把握されてるんでしょうか。というよりも、この質問をするにあたって、当委員会にですね、この配布資料をですね、お願いしたんですけれども、与党側が拒否に遭いまして、配布はかなわないということでございました。ただ、やはりこの質問をするにあたって、せめて答弁者には、丸川大臣と布村参考人にはですね、この先ほど存在をお認めになりましたので、その存在をお認めになった資料、目をまず手元に置いていただくことが質問の前提、失礼に当たりますのでね。今お渡ししたいと思うんですが、委員長お取り計らい、この場で願いませんでしょうか。今、牧筆頭には2部お渡ししてあります。
これは理事会で協議をしましたけれども、まあ、整わなかったので、申し上げないんですが、答弁者には最低やらない渡さないと正確な質疑が成り立たないと思うんですが、ちょっと待ってくださいね。ちょっと止めてください。時間止めてください。牧さん止めてください。ちょっとさっき止めてください。ちょっと今の件で、
理事会を再開したいと思いますので、この際、暫時休憩をさせていただきます。すみません、理事会再開しますので。